コパリプトンはアルゼンチン代表とウルグアイ代表の間で行われていたサッカーの国際親善大会である。1905年から1992年まで29回開催された。英国の紅茶ブランドリプトンの創業者として知られるトーマス・リプトンがラプラタ川の両側にあり、ほぼ自国の選手だけで構成された代表チームによる二国間の大会に対して、 トロフィーを寄贈したのが始まりである。伝統として、引き分けの場合は、アウェイチームの優勝とし、次の大会の日程やルールは、優勝国が設定するものとされていた。大会は1905年から1929年まで、1914年、1920年から1921年、1925年から1926年を除き、毎年開催されていた。 FIFA フフワールドカップが1930年に開始されてからは、1937年から1992年までの55年間に9回、散発的に開催された。結局、大会は通算29回開催され、優勝回数はアルゼンチンの17回に対し、ウルグアイの12回となっている。以下の表は、コパリプトンの全大会の結果である。 ありがとうございます。